You should go to Mexico. うん、ね、もう本当にね、なんていうのかな、デルトロを生み出した国、やっぱりすごいですよね。非常に魅力を感じてます。まあでもそれは結果的に後で数えてみると、ああそうかっていう、人間が知らないうちにあれって自分がもうこんな年になってたんだっていう、誕生日の時に気づくようなもので、それは他の人に比べると多いっていうふうになるかもわかんないけど、自分の中ではそんなに普通にで、たくさん取ることがいいとも思わないし、それが目的でもないんだけど、結果的にそういう状況に今まではあったっていう、ただそれだけのことだと思います。そう、でもやっぱり監督をするチャンスを与えてくれた最初、要は本当は他の監督の助手でついていたんですよ、助監督で。でもその主演のスケジュールと監督のスケジュールが合わなくなってしまって、その時プロデューサーがお前でもやれんじゃないのって言われ、僕はそれまで監督になる、なれるとも思ってなかったし、まあ監督みたいなことはできると、要は助監督って何でもできなきゃいけないんで、役者でいうと監督役をやってるようなものです。で、他の人と同じレベルのものだったら取れるかもしれないっていうそういうチャンスを与えてくれて、あっという間に今になってしまった。その1本目のチャンスを与えてくれた人っていうのはこの映画の業界の人ではないんですよね。自分の昔映画を作りたかったんだけど、やっぱりなかなかそれは夢に終わってしまって、授業をやってそれが成功して、でふとやっぱり昔の夢、映画を作ってみたいなと、でプロデューサーになった人がいて、要は映画界の全くの素人です。その人が監督にしてくれたきっかけ、その人がいなければ映画業界の中で自分を監督で使おうっていう人はいなかったと思いますね。優秀な助監督ではあったけど、まあやっぱりその人との出会いが一番大きいと思います。まあ辛いのは辛いけど作業としては好きですよね。その編集も基本的には自分でやって、オペレーター的にマシンを使う人についてもらって、やっているので、むしろ結構好きかもしれないです。映画評論家、ただね、もう今日本にはもういなくなっちゃったんですよね。その観客が喜びそうなことを書く、本当に映画を評論する批評する人っていうのは本当に数少なくなっちゃって、だからもうそういう人たちの洗礼というか浴びたことがないし、むしろそういう人たちは俺のことを最初から無視してるような気がするので違う世界に生きてる人たちのような気がします。それどころか日本にもちゃんと世界中あるような、その監督、日本映画監督協会っていう監督たちのユニオンみたいなのあるんだけど、俺はそこから誘われたこともないし、今も全然所属してないし、する気もない。 Why? 最初ね、 V シネマオリジナルビデオ作っていて、それが彼らにとっては映画ではないという、要は映画監督ではないという、そういう見られ方
でもその彼らが映画ではないって言ったものがカンヌの監督週間に呼んでもらったりとか他の映画祭で要は日本の観客とか監督協会とかが映画を作る道を作ってくれたんではなくてやっぱり海外のその映画祭とそのお客さんたちがその場を与えてくれた。だから今更監督協会の人たちは自分を誘えない。For us it's perfect. We have him. We have you. 協会に入れてくれ。Yes, please, come on. You should go to Mexico. There's a lot of stories for Mexican violence, Mexican love, Mexican actors. Really, really, really. You should make a film over there. You are, and with the magic of your films, you have the perfect stories in Mexican stories. There are a lot. How do you say anthropological myths? A lot of pyramids, a lot of traditions, and modern stories. It's very great. You should go over there. Really, really. So, they, yes, yes. Thank you very much. Thank you. It's an honor. Yeah.